はい、ジュラシックアカデミーのコーナーです。今日は、皆さんが僕にセミナーなんかで質問がある一番多いことなんですけど、重量を求めた方がいいのか、それとも、聞かせた方がいいのかっていうところについてお話ししたいなと思います。これはね、もう単純なんですよ。すごい体っていうのはより重いものをより効かせられる体なんですよね。なので、重いもの持っても効いてなきゃダメだし、効いてても重いのも持ててないとダメなんですよ。なので重いものを持てるようにすることと効かせより効かせられるようにすることを両方一緒にやっていかないとダメなんですね。だから極論を求めちゃダメです。だから重いのだけ効かせるのだけやるっていうのはダメですね。なんで最終的な目標はより重いものをより効かせるっていうことですね。まあ、例えば単純に言えば10キロでゆっくりストリクトにカールできる人と、これ50キロでできる人がどっちがすごいか、どっちがすごい腕になってるかって言ったらもう明確ですよね。50キロできる方がいいに決まってるんですよ。だから効かせるトレーニングでもやっぱりできるだけ重いもので効かせられるっていうのが理想です。じゃあそのアプローチとして効かせるトレーニングばっかりやってると重量が伸びるのかっていうと伸びないですよね。なので一方で重量を伸ばすトレーニングっていうのを絶対やっていかないとダメなんですよ。で、重量を伸ばすトレーニングっていうのはどういうトレーニングかっていうと、やっぱ回数を狙っていく、重量を狙っていくっていう明確にこう要はパワーアップさせる種目ですよね。と一方で、まあ例えば後半に体力がなくなってきたところで重量を軽くして回数を求めるとか、パンプ感を出すとか効かせる感覚を大事にして、あんまり重量回数を意識しずにやるトレーニングっていうのをこの両立が大事になってきますよね。で、まあ初心者のうちトレーニングを始めたばかりのうちってね、やっぱり僕のおすすめはやっぱり効かせるのも大事ですけど、土台となるやっぱパワーアップをさせていくっていうのが大事ですよね。まあ要は車で言えば、まあエンジンを大きくする時期、トータルの馬力を要はとにかく上げていくっていうのが大事ですよね。いつまでも軽自動車のエンジンで、時速100キロで走ってるんじゃなくて、F1 カーぐらいの馬力を持った上で100キロで走ればより100キロがね楽に扱えるわけですよね。一瞬で100キロ出せて一瞬で100キロから止まれるみたいな、そういう体になりたいわけですよね。なので土台となるエンジンを大きくする作業をまずは徹底的にやっていくっていうのが大事ですね。そうすれば後々効かせることもより重いもので効かせられるようになるので、なのでまあ効かせるトレーニングとはね、分かるんですよ。気持ちはこう楽なんですよ。重いもの持たなくてもいいし、ね、全身でチーティング使って疲れることもないですよね。でもやっぱりパワーアップさせるトレーニングができてからこそ、効かせるトレーニングというのが効果が出てくるわけなんで、その辺はやっぱりこう最初から効かせる効かせるっていう、今結構時代が流れがありますけども、まずは土台となるパワーアップをさせるっていうのが絶対大事です。例えばスクワットで例えた場合に、同じスクワットをやっていく中でも、例えば最初の2セットぐらいはそのパワーを追い求める重いのを担ぐようにして、その、いわゆる 1RM っていうことはないかもしれないですけど、まあ3から 5RM ぐらいからの2セットぐらいやった後に、例えば8割ぐらいにして 10RM で、いいと思いますね。それもっていうようなコンビネーションでやるっていうので、両方狙っていくっていうような、例えばマシンがいっぱいあるジムだったら、スクワットは徹底的にパワーアップに、特化してやると。で、ハックスクワットは、まあ、そのもうちょっと重量として 10RM ぐらいの狙いでいくというような感じでもいいですね。レッグプレスはじゃあ 15RM でいこうとか、まあ、一方でこう環境がスクワットしかできない環境であれば、スクワットの、まあ、例えば6セットやるなら、最初の3セットは徹底的にパワーアップ種目 で後半の3セットは、重量を落として回数をあんまり意識せずにじわじわ効かせる感覚だけを追い求めてっていうところですね。はい、でやり方も OK ですし、はい、ただやっぱりこう、スクワットで20レップとかってなってくると、結構体勢を保つために腰が疲れてきたりっていうところもあるので、まあ、やっぱり種目に、その種目が、パワーアップ狙いなのかとか、パンプ系狙いなのかっていうのは、その辺は結構分かれてくるので、まあ、本当に環境がない場合はしょうがないですけどね。例えばレッグエクステンションで 3RM とか、
5RM ってなると明らかに膝がやばいなっていうのは分かると思うんですよね。だからそういうちょっとこう種目的な特性もあるので、全ての種目でそれができるとはまあ言い切れないですけどもね、その辺も考えながら、種目をチョイスしていくっていうのが大事ですね。胸だったらどんな感じがおすすめ？胸のプレスなんかはもう仰向けで寝た状態が多いし、まあシーテッドのプレスでも体勢の保持だけは楽は別に楽なので、まあ、マルチにいけると思いますね、胸のプレスなんかは。ただ例えばペックフライなんかで 5RM とかになると結構プレス系と違って肩の負担も大きくなったりしたり、ストレッチが大きい種目でってなると難しいですけども、まあ、プレスは全般的に、低い、RM から高い RM まで狙ってマルチに使えると思います。腕なんかでもそうです。で、腕はやっぱりこう皆さん見てるとそのパワーアップをさせる種目っていうのをやってる方がほとんどいないんですよね。なんでやっぱり僕なんかはもう逆にパワーアップさせる種目ばっかりやってたんで、腕いいバルク結構ついてきたのかなと思いますね。やっぱり腕も小さい筋肉ですけども、しっかりパワーアップさせる、種目を入れて後半にパンプをさせるとかっていう、収縮を意識するとかっていう種目、まあどの部位もやっぱりパワーアップ、土台になるパワーアップをさせる種目で1種目は入れたいですね。それは全身に関して、全身ですね、はい、全身です、はい。まあ腹筋はまあちょっとあれかな、パップですね、まあカーフとかね、腹筋とかだとあれですけどね、前腕とか首とかね、腹筋で 5RM とかやってなんかウエスト太くなりそうな感じが、そうですね。なんでまあちょっとその辺はあれですけど、まあメインとなるね、足腕背中肩、ね、なんかはそういう感じで進めてもらうといいかなと思います。ぜひ参考にしてください。まあというわけで、重量を伸ばす、それから効かせるっていうのは必ず両立させていくっていうのが大事ですね。特に初心者のうちはまずは重量を伸ばして、で、まあベテランね、関節を結構負担かかってくるんで、まあ例えば40代からストレーニング始めた方なんかはパワーアップ系種目ももちろんですけども、効かせる感覚の種目の方をちょっと多めにとって、っていうところですね。どうしてもパワーアップ種目ばっかりやってると関節の負担とかも疲労もたまりやすくなってくるので、その辺は自分のレベルに合わせてやっていくのが大事だなというふうに思います。特に若い初心者の方はもうパワーアップをどんどんしていきたいですね。パワーアップしていく上で陥りやすいのが、パワーを追い求めるがゆえにフォームが、まあこれ確か初回に言ったかもしれないですけど、ジュラシックアカデミーのボリューム1で言ったかもしれないですけど、もう徹底的にやっぱりフォームを、意識しないとダメですね。重量を伸ばす種目っていうのは浅くなったりしない、レンジが小さくなったりしないっていうのはもう絶対条件なので、そこだけ守った上でやっていくっていうのが大事ですね。